の勝利を挙げました木下アビエル神奈川です。それでは今日の全試合をハイライト VTR で振り返っていきましょう。まずは第1マッチのダブルスです。木下は長崎美優とドゥ・ホイカン、そして日本生命はチャン・チェンチェンとジャン・ホイの中国コンビ。ここは日本生命の方はこの盤石の2人なわけですよね、はい、そうですね。やはりこのペアはですね、非常に強いペアだと思いますね、はい、それに対して、まあ、新しくドゥ選手と長崎選手のペアで挑みましたけれども、まあ、やはりさゲームスマッチというところとですね、まあ、ちょっと最後まで噛み合わなかったところですね、はい、まあ、日本生命ペアの方がやはり一つ上手だったなというふうに思いますね、はい。そこはこう T リーグで、はい、もうすでに8勝、今日で9勝コンペアでしたことになりますからね。はい、そうですね。貫禄がありました。第2マッチシングルスに入っていきます。石川佳純と平野美宇、先週の仙台についての対戦となりました、はいはい、そうですね。ダブルスで1点落としましたけれども、石川選手が1ゲーム目からですね、やはり素晴らしいプレーを見せてくれましたし、はい、やはり先週に引き続いてサービスからの3球目攻撃であったりレシーブですね、積極的なプレーが石川選手の方が光ってたかなというふうに思いますし、はい、ラリーの中でも平野選手のミドル攻撃ですね、ミドル攻め、はい、非常に良かったと思いますね。何か本当に先週のままその流れを、はい、渡さずですね、そうですね、渡さずに石川選手が勝ったと思いますね。ストレートで平野美宇を下してマッチカウント 1-1 になりました。迎えた第3マッチが木原美優、14歳の中学2年生とジャン・ホイ、はい、4戦目ですね。そうですね、はい、1ゲーム目は木原選手のサービスに対して非常にジャン・ホイ選手がレシーブ良かったんですよね、はい、そこで1ゲームを取ることができましたが、はい、まあ、2ゲーム目の 3-5 で木原選手がタイムアウトを取ってからですね、はい、ジャン選手のバックに深く突っつきであったりですね、攻撃をしてからですね、ジャン選手は非常に苦しくなりました。台から下がることが多くなりましたので、はい、木原選手ペースで行くことができましたね、はい、まあ、流れを一気に変えましたね、はい、一気に引き寄せました、はい、そうですね、はい、まあ、その勢いですね、何かジャン・ホイが押されてしまうような、そうですね、やはり打球点を落としたりバック対バックでも入れるだけのバックハンドになってしまったり、その中で木原選手のバックハンド攻撃が非常に良かったですね、はい、まあ、そして、まあ、結局第3マッチを木下が取って迎えた第4マッチでドゥ・ホイカンと森さくら日本生命は相対するということになりました、はい、森選手もですね、はい、非常に持ち味が出てた試合だったと思いますが、はい、やはりなんといっても2ゲーム目ですね、ドゥ選手が苦しかったですけれども、1-1 にしたところ、はい、ここがですね、ドゥ選手が勝った、まあ、要因かなというふうに思いますね。森選手もですね、非常に良かったと思うんですけれどもね、最後やはりバック対バックでの展開の中でドゥ選手の方が1枚上手だったなというふうに思いますね、はい。